ははいいおようござます。す。でゆっくりしてますね、今日は年末ですね、12月29日、まあ今日から忙しい方もおられるかもわかりませんけど、まあプライベートに年末年始ですね、12月29日から1月の3日、6日間ですね、今日の御言葉に触れての時間がなりました。 もう11時、えー、いつも、えー、出勤前にバタバタしてますけど、まあ、お休みの時はゆっくりしてますけど、はい、えーえー、まだ外は寒いですね、そうです長く、えー、育ち、沖縄の南の果てですね、波照間島の方、私にはとてもつらいですけど、もう本土に来て、えー、40年に以上になりますね、まあ、本土と言いますね、内、え、視、ー、と言いますけど、えー、沖縄の。 またやてのハテルマジマの生まれです。はいえー、今日はテモテの手紙第1の4章の12節。えー、年が若いからといって、えー、誰にも軽く見られないようにしなさい。書、え、い、ー、て言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも,潔にも信者の模範になりなさい。テモテの手紙第1の4章の12節。えー、これは えーまあ、新約聖書において、えー、パウロがあ手元に書いた手紙ですね。えー、手元は,、えーまあ、は,はあ母もお,おばあちゃんもです、ね、母のお母さんですね。えー、ユニッケか、えー、ちょっともう出てこないですね。母がユニッケか、祖母ロ,ロイスかな、えーえー。お父さん、母親が、まあ、ユダヤ人で。 多分んお父さんがギリシャ人ということで、えーまあえー、パウロの目に留まって、えーえー、まあパウロの、まあ、弟子、まあ、弟子じゃないですけど、まあのいい高青年で、えーえーパ、パウロに引き立てられてますね。まあ、テトスと比べておとなしいということで、えー、そういうことで。えー まあ、しっかりしなさいとテト、テの手紙の第一と第二もありますね。えー、これは年が若いからと。えー、まあ、えー、具体的にテモテの年齢が書いていませんけど、パウロが、まあ、10か20、パウロが 40,、えー、40か50でしたら、テモテは20か若い、えー、はずと思います、えー。私自身も、まあ、二十歳の時にイエス様を信じましたけど、えー、まだもう62ですね。えー、若くはないですね。えー、みんな、皆さんから。 アト,さんアトさんと呼ばれますけど若い気持ちで言いますけど、えー、どうですかね、えー、まあまあ子供がいないから若いのどうかそれはありえないかと思いますけども個人の性質ですねまあ手もてはとなしくて手としては少し、えー、ま,、えー、まあままああ元気があるということでということでまあパウロが手も手に、えー、まあ えー、年が若いからといって、えーえー、軽く見られない態度にもモハニにも信者のニーになりたいな,いなさいと言われています。えー、感謝たいたします。えー、私も、まあ、年を取りましたけどこの御言葉をに預かりたいと願うものです。長くなりましたけどゆっくりしてますね、えーこの。今日の御言葉を感謝してイエス様のお名前によってお伝えい,いたします、えー。今年も残すところ えー、30 31日となりますね、えー、2022年も2月24日に、えー、ロシアが隣のウクライナに侵略してまだまだ厳しい戦争が続いてますね、えー、まだ2023年も厳しい状況,状況が、えー、予想されていることを多くの方々が述べていますけどクリスチャン人生山あり谷ありですけど、えー、嵐のかりに平安 人生のどん底にも平野、シャロームですね。はい、マスタートです。また、ミクトバン触れて、年に関係なく頑張っていきたいと思います。マスタートです。また、次回のミクトバン触れてにお会いいたしましょう。シュアゲネツパションプレジュー、シャローム、シャローム、シャローム。